モラハラ夫は不潔で臭いです。早く別れたら自室は抜け毛やほこりで溢れ、年中カビ臭さとホームレスような強烈な匂いが隙間から流れ出て、廊下や階段も臭いです。別れたら寝具や部屋着を洗濯したり干したりすると怒られる生活が何年も続き、精神的に耐えられず辞めたらこうなってしまいました。夏はダニスプレーみたいなものを頻繁に大量に噴射しているようで、ケミカル臭もプラスされます。小さな子供がおり、やめてと言っても週に1回ほど部屋に入れて30分ほど過ごします。子供はその度にくしゃみをしながら出てきて、虫刺されもひどいのです。何を言っても怒られるか無視をされます。でも離婚してお金に困る生活が嫌です。とんでもねえな。夫は仕事か遊びに行くか寝ているので関わることはほぼなく、幼稚園などの諸々のお金を払わないことが多いので、指摘するときに私が逆切れされるくらいです。いや、お金に困る生活が嫌だとしても離婚した方がいいんじゃないでしょうか。まあでも離婚するとね、多分こういう人は慰謝料とか払ってくれないと思うので、その覚悟はあると思うんですけど、耐えられないんじゃないですか、その生活続けるよりはって僕は思いますね。不潔で臭いのが治ればどうにか我慢していける気がしているので、同じぐらいあなたも不潔になったらどうでしょう、嫌になるんじゃないですか。まあでもちょっと変わんないと思いますけどね。そういう男性ってもう別にそういう生活がしたくてしてるんじゃなくて、もうその生活を変えないことにプライドをただ持ってるだけなので、変わんないと思うな。